それでは自己紹介の方よろしくお願いします。アリーズ梅田店副店長の松本直香です。就業年数はどれぐらいでしょうか？13年目になります。 もともとその新卒で入られた形？そうです。なぜこちらのお店に？まず、自分が好きなあのインフルエンサーの人がここのお店に通ってたのがきっかけです。コンセプトを教えてください。アリーズのコンセプトは個性が強いスタッフがいっぱいいるので、それぞれ違う強みを持っているところが強みかなと思います。お客様層を教えてください。一番多いのは20代前半から後半が多いです。スタッフ人数を教えてください。11名です。年齢は何歳から何歳ぐらいまで？一番若い子が20歳から、上は35ぐらいまでですかね。性格は明るい方と寡黙な方はね。もう明るい。今回募集する求人について、職種の方は何でしょうか？スタイリスト、アシスタント。雇用形態についてですが、正社員、アルバイト、業務委託、どちらでしょうか？正社員が極力、はい、欲しいです。スタッフさんを教育する上で心がけていることを教えてください。とりあえず楽しくお仕事をしてほしいので、楽しくをモットーに、厳しく言うことも全然あるんですけど、まあ、人としてちゃんと向き合ってやってることですかね。それでは最後、カメラに向かって応募検討者の方へメッセージをお願いします。はい、これをご覧になってちょっとでも興味を持ってくれたら、ぜひあのお店にサロン見学でもいいので、来ていただいた方がお店の雰囲気が分かるので、はい、お待ちしております。お願いします。あなたの会社の魅力を引き出します。求人動画なら日本アドカス。